左手前方、森屋山方向をご覧ください。赤旗を振っている地域が森屋台、敵の上陸部隊が防御する地域です。次にターミス台から見て右手前方、地下鉄方向をご覧ください。青旗を振っている地域が方面隊が攻撃を開始する地域です。の概要について説明いたします。今回の訓練展示では、通過部隊、戦車部隊、砲発部隊、航空部隊等の陸上自衛隊の各部隊及び海上自衛隊、航空自衛隊の航空部隊が協働し、右手の地下鉄方向から左手の森屋台地域に対し攻撃して敵を撃破します。最後に皆様にお願いいたします。本訓練展示では多数の機量、航空機などを使用します。大変危険ですので、係員の指示に従い、ロープより前には決して出ないようお願いいたします。特に小さなお子様をお連れの方は、お子様の手を離さないよう注意してください。また戦車の空砲などにより大きな音や航空機による砂ぼこりが予想されますので、ご注意ください。大きな音が出る前にはアナウンスいたしますので、お子様の耳を塞ぐなどのご準備をお願いいたします。それでは訓練展示を開始します。先発隊が入るまでがアベになってくる。皆様、右手の方向をご覧ください。先頭で侵入してきましたのは第一特化団の18式大隊誘導弾発射機 SSM および赤い旗の車両多連装ロケットシステム MLRS です。洋上に展開した敵艦船に対して攻撃を実施し、対艦戦闘を行います。次に侵入してきましたのは第一高射突破弾の対空誘導弾ホーク、第11旅団の黄色い旗の車両81式短距離対空誘導弾ハンサム、および第5旅団の白い旗の車両13式近距離対空誘導弾ヒンサムです。上空の敵航空機等に対して射撃を実施し、対空戦闘を行います。敵艦船、敵航空機に対して陸上自衛隊だけではなく、海上自衛隊、航空自衛隊と連携し、敵部隊を仕留めて洋上、上空で撃破するとともに、電磁波作戦とも連携した領域横断作戦により、進行する敵上陸部隊を撃破します。F-15 は侵入してきました。皆様、左手の方向をご覧ください。最終戦闘、最終戦闘の反撃を引き、一部の残存した敵が上陸
した模様です。上陸した敵は藻岩台に集結し、速やかに陣地を占領しております。これらに対し北部方面隊が攻撃を開始します。皆様、半月台から見て左前方をご覧ください。侵入してきましたのは北部方面航空隊の連絡偵察機 LR2 です。現在石狩湾沿岸部における偵察活動を実施しています。またここからは見えませんが、苫小牧の洋上では海上自衛隊の P3C が警戒監視活動を実施中です。このように陸上、海上、航空自衛隊の航空機によりさまざまな空域で各種活動を実施しています。こちら連隊長、連隊はこれより関越道沿いに偵察活動を実施する。ガンハンターを呼び込むらはレンジャーの到着を援護せよ。こちらガンハンター了解。こちらコムラ了解。皆様、北摂津方向上空をご覧ください。侵入してきましたのは第11飛行隊の UH-1J および北部方面航空隊の AHR です。ドアガンを装備した UH-1 と AHR のパーソナルと第16飛行隊連隊のレンジャー部隊を左に到着させます。電波情報を収集分析し、敵の基地通信を混乱させ、情報および電磁波領域の優越を図ります。現在電子戦装置が作動中です。偵察隊は火力による偵察を実施、敵ドローンを解明せよ。こちら偵察隊了解。ただいま侵入してきましたのは第11偵察隊の偵察用バイクです。バイクの機動性を発揮し、迅速な情報収集が可能です。引き続き侵入してきましたのは第11偵察隊の87式偵察警戒車 RCV です。 RCV は25ミリ機関砲を装備し、高い強化防護能力で
火力により警察により敵の位置を把握することができます。こちら警察隊敵の運用隊に停車し停車当車2を確認脱出。こちら連隊長了解。こちら連隊長火力戦闘部隊は禁止占領し会議準備を開始せよ。こちら火力戦闘部隊了解。ただいま進入してきましたのは先頭が第7高射特化連隊の87式自走高射機関砲 AW 2両目白い旗の車両13式近距離地対空誘導弾キンサム3両目黄色い旗の車両81式短距離地対空誘導弾キンサムです。続いて第11特化隊の99式自走155mm 榴弾砲99SSP です。続いて第18式通過連隊の中距離多目的誘導弾通称中華です。続いて方面対中艇対戦車隊の96式多目的誘導システム MTMS です。こちら火力戦闘部隊火力支援体制完了。こちら連隊長了解。こちら連隊長目標森和台射撃開始。 MCBC 隊は森和台へ前進火力戦闘を実施せよ。こちら火力戦闘部隊了解。こちら MCBC 隊了解。射撃支援のもと第10北欧機動連隊のストロキ式機動戦闘車 MCB が攻撃します。この後大きな音がします。ご注意ください。こちら MCB 隊北欧隊強行攻撃による強襲の抵抗及び突撃の障害を確認。こちら連隊長了解。この後大きな音がします。ご注意ください。指摘下部隊は人前の障害処理を実施せよ。増強戦車中隊及び火力戦闘部隊はこれを援護せよ。こちら指摘下部隊了解。こちら増強戦車中隊了解。こちら火力戦闘部隊障害処理支援隊はい。皆様、右手の方向をご覧ください。障害処理を援護するため第73戦車連隊の90式戦車第11式通過連隊の AP2 が進入してまいりました。こちら MDR です。当社開始。この後大きな音がします。ご注意ください。こちら MDR です。消防処理成功。こちら連隊長了解。こちら連隊長東京戦車中隊及び火力戦闘部隊は引き続き突撃支援射撃を実施せよ。こちら戦車部隊了解。こちら火力戦闘部隊了解。障害処理が成功し連隊長は突撃発射を決定しました。
こちら連隊長、連隊は関越道沿いに突撃し燃え上がり一帯を奪取する。連隊突撃進む。ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。以上で訓練展示を終了します。